こんにちは、あんこにけです。今日は静岡県袋井市の厄除け観音八田山尊永寺にやってまいりました。通称八田山、あんこにママが子供の頃の初詣といえばこちらが定番でした。八田山には無料の駐車場はありません。参道付近に市営の有料駐車場がたくさんあり、繁忙期は呼び込みのおばちゃんに誘導される形となっています。駐車場によって値段が微妙に違いますが、あんこに家が訪れた年末は100円から200円ぐらいでしたが、年始は500円以上したと思います。この日は空いていたので参道のすぐ目の前にある駐車場にあんこに号を止めました。それではあんこにと一緒にお参りに行きたいと思います。参道には昔ながらのお土産屋さんや遊技場が並んでいて、昭和の雰囲気がそのまま残っています。飲食店というか食堂というのが正しい感じのお店の食品サンプルが懐かしさであふれています。お値段もお安めですね。重要文化財に指定されている仁王門の前にやってきました。当然記念撮影します。仁王門から本堂までは約15分です。八田山は高野山真言宗の別格本山です。本尊小観世音菩薩は厄除け開運の御利益に霊験あらたかであるとして、古来より厄除け観音と呼ばれています。神義2年聖武天皇の勅命を受けた行基上人が大悲観音王林の聖地をこの地に探し求め、自ら刻んだ本尊小瀬観音菩薩を安置したのが縁起と言われています。それにしても参道550メートルにわたる杉並木は圧巻です。樹齢数百年の大木が200本以上あるそうです。そして八田山最大の難所にやってきました。本堂の前になんと237段の階段があるんです。あんこにたちはひょいひょいと軽々登っていきますが、飼い主はそうはいきません。ママはあんこにに引っ張ってもらいつつなんとか登りきりました。しんどい。ちなみに階段を登らず迂回路の坂道から行くこともできます。やっと登りきりました。ちょっと休憩中。階段を上りきって変なテンションになっちゃったアンジーでした。本堂前で記念撮影しました。本堂に上がる階段のところからはワンコ NG のため交代でお参りしました。ちょっとでも離れると寂しくなってしまうみたいです。お参りしたら帰るだけ？そんなわけないのがあんこに家。下山道をルンルンで降りていくその先にあるのは、お参りよりもお楽しみのこちら、八田山名物の厄除け団子。一口サイズの上品なお団子です。購入方法はまず券売機でチケットを購入します。お土産と店内飲食の2種類があります。犬連れは外の席になります。まずは飼い主からですが、コニーは待ちきれません。厄除け団子の特徴は一口サイズの団子が5つ連なっています。柔らかい。それぞれが頭、首、胴体、手、足を意味しているそうで、食べることで厄除けになると考えられています。食べることで厄除け、なんと素敵なシステム。あんこににも厄除けしてもらいます。やこちゃん、あんちゃん一個ずつね。あ、すごい。
棒はダメよ。棒は返すよ。棒は返すよ。あんことお餅が大好きなあんこ煮でした。厄除け団子とっても美味しいので、当然お土産も購入するあんこ煮家です。この後実家に行ってまた食べちゃいました。9泊10日の旅の最初は旅の安全を祈願するための八田山参りでした。まあ厄除け団子が食べたかったのが本心ですが、この後もとびとびではありますが旅行記を綴っていきたいと思いますので、お楽しみに。